サガサするかな。こう。大丈夫か。こんばんは。こんばんはです。今日は広島めっちゃ雨だった。でも今止んでます。こんばんは。そう、天気悪かったです。今日下ろしてたんだけど、髪の毛まとめました。眠い。今日早めに終わるかも。眠すぎて巻いてたんだけど、もうボサボサです。こんばんは。明日はスタジオ公演です。よろしく。よろしくね。頑張ります。楽しみましょう。ギフトありがとう、皆さん。
ありがとうございます。こんばんは。聞いてありがとう。カーテン閉めるの忘れてた。あ、やばい、眠い。15分経ったら終わるかも。そういえばイヤリング落としたんですよ。こっちはねついてんだけどね、こっちは取れちゃった最悪。そう、今日ねお昼ねサイアンとご飯食べ行ってて、でその後ちょっとブラブラして、でお茶してた時にね落としちゃった。最悪。ねカフェ行ってお茶してた時に気づいた。あって。お昼ご飯食べてた時はねまだあったんだよね。だから多分ブラブラしてた時かな。落ちたと思う、なんかの拍子に。でもね、これね、痛い。これ取れない。なかなか取れないです。これ多分ね、すごいいいところの、いいところのいいところのイヤリングなんですよ。これファンの方にいただいたもので、でも今日どこかで落としちゃった。あ、最悪。服に引っかかっとる。ないね、ないね。まあ後でちょっともう一回一通り確認してみます。ありがとう。ありがとう。あったら、奇跡的になんかに引っかかってあったらいいけどね。多分なんか落としたんじゃないかなって思う。イヤリングよく落ちるんですよね。ピアスはね落ちないんだけどね。
いや、その穴開いてないし。おお、めっちゃ音が鳴った。そんなに怒ってないんだけど。ちょうど手の置きどころが一応パチン出た。いい音が鳴りましたね。怒ってないよ。でも今日ね、食べに行ったカレーがめちゃくちゃ美味しくて、教えてくれたサーヤに感謝です。めっちゃ美味しかった。なんてお店だったかはちょっと忘れたけど。ちょっとお店の名前忘れちゃった。でも忘れたけど美味しかった。また調べとくよ。今日は雨だったけどいい日になりました。ギフトありがとう。あ、これじゃないわ、これだ。そうです、私の悪事のハート、これで特許取りたい。昨日の配信で決めました。はい、この小島大三角形か、このね、鍵ハートがね、まあ渡し替えでよく出てくるポーズになるでしょう。トゥ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 。マジでここだけ見たらさ、めっちゃ短い人よね、髪の毛。めっちゃ短い。ここだけ見せて切ったって言ったらさ、バレなさそう。うわ、これ私が中学2年生の時ぐらいの髪型にそっくり。髪の毛切ったって言って、こうしたらさ、騙せそうですね。髪の毛切りました。
ですか。いや、後ろにあるんだな、髪の毛が。お、15分経った。ちょっと眠い。今日早く寝るよ。お風呂入って早く寝て。明日スタジオ公演だから体力温存させます。なんか短いから絶対にフットタイムとかしますか、珍しく。みんなスクショした？リコチがアイコンには遊びに誘いたいけどなーって言ってました。え、そう。私さ、朝さ、え、これもしさ、この後リコチ配信するならちょっと伝えてて、 LINE もしたんだけどさ。朝ね、起きて準備してたんですね。それでなんか、あ、携帯ブーブー鳴ってるなと思って、でもちょっと私準備してる時あんまり携帯見ないんですよ。で、準備し終わって、で、それでサダヤンとお待たせって言って、で、歩いてる時にリコチに本当にたまたま会ったんですよ。そう。で、あら、リコチじゃんってなって、ヤッホーって言って、で、その後やっと、ね、今日本当に朝から全然携帯開いてなかったんだけど、携帯開いたら、みんな今日何してるのって言って、トリケラトプスのね、LINE がね、動いてて、今日リコさん空いてたんだと思って。そこで気づきました。そう、なんかね、私ね、メッセージが来ても、あれしてる、何、 LINE にパスコードなんだっけ、なんかあれかけてて、開けるのがまずそもそもめんどくさくって、 LINE を開けるのが。で、その上に新着メッセージですって表示されるの。そう、だから何者から、何者何者から LINE が来てるのかわからないんですよ。そう、一番最初
でかつ LINE を開けるときにパスコードの入力早く解除すればいいんだけど、それもしてるからあんまメッセージ開かんくって、そうめんどいめんどいというか。あのね、 LINE に入るときにあのパスコードがあるんですよ。わざとそう設定してるんですよ、セキュリティ、セキュリティで。次に見られて困るものは特にないけど、まあ一応セキュリティ、うん、携帯開かないときは本当に開かなくて、そうだからたまにさ、あのこの提出早めにお願いしますみたいなあったりするんですけど、それに気づかなかったりするんですよね。でもそれはごく稀です。だいたいなんか提出物は結構早めにパッと出しちゃうので、いや怒られはしないけど、たまにある、早めにっていうやつに気づかなかったとか。私は提出物は早めに出すから、もともと。じゃあ45分になったら終わるね。なんだかんだ言って30分。なんかまずね、多分仕事を、仕事がね、仕事でね、LINE を使うっていうことがいっぱい今までに、ね、なかったからね。ちゃんと見てますよ、数時間おきに。LINE はちゃんと見てますよ。でもあんまりね、開かない。X ですか。 X は朝か夜か。みんなの返信を見てるけど、なんかもう最近全然 X も開いてないかな。人の連絡も仕様の連絡も来るの大変そう。ああでも、もう慣れたかもしれない、うん、メール、逆にメールとかもめったに来ないからね。てか全然来ない、メールは使わない。うん、 LINE だね。こんばんは。
背中のヒロさん、タワーありがとう。タワーありがとう。最終審査の配信、最後の配信から5年が経ったのか。それは記念日だ。ありがとう。ごめん、髪がない。今髪が切れてるんだ。ごめん、また今日もちょっと買うの忘れてた。こんばんは。ありがとう。祝ってくれてありがとう。今日で最後の配信から最終オーディションの最終配信日から5年が経ちました。そうです、言葉だけで嬉しいです。ごめんね、ヒロさんありがとう。ありがとう。スクショして、5周年だよ。5年目だったら私4周年になっちゃう。5周年だよ。ありがとうございます。わお、早いな。5年間、ありがとう。みんなのおかげで、みんなのおかげでここまでやってこれました。皆さん今まで本当にありがとうございました。わー、
それでは配信終わります。残り1ヶ月ちょっとよろしくお願いします。バイバーイ。では誕生日見ます。13位高優さん、12位文さん、11位サンさん、10位ウリンちゃん、9位アンちゃん、8位ハルキングさん、7位ウミガメさん、6位アノミへ行く7月さん、5位ケンケンさん、4位ハイキーさん、3位ジャボテンさん、2位クジマスさん、1位は豊中のヒロさん、ありがとうございました。ありがとう。バイバーイ。じゃあねー。おやすみなさい。5 5 5